リンカン・ダ・ベンポート・チェイフィーは、アメリカ合衆国の政治家。第74代ロードアイランド州知事を務めた。同州のウォーリック市長在任中の1999年に、父のジョン・チェイフィー上院議員の死去後、連邦上院議員に就任する。ロードアイランド州選出で、上院議員当時の所属政党は、共和党である。上院議員在職中は、 共和党内で最も恩恵な議員のうちの一人であった。現在は共和党を離党して無所属となった後は第74代ロードアイランド州知事に就任し2013年より民主党員となって2016年アメリカ合衆国大統領選挙に名乗りを上げていた。1953年3月26日にロードアイランド州プロビデンスにて誕生した。なお先祖は マサチューセッツ州ヒンガムに入職した家系であった。ウォリックの公立学校、私立のプロビデンスカウントリーデイスクール、フィリップスアカデミーで学んだ後、ブラウン大学で古典を学んだ。ブラウン大学時代は、レスリング部のキャプテンを務めた。1975年に大学を卒業、その後モントナ州ボーズマンに移り住み、モントナ州立大学の定鉄学校で競争場の、 想定士になるために学び、その後7年間、アメリカやカナダのつなぎが即補強層の場で働いた。その後ロードアイランド州に戻った。彼は1985年より共和党員として活動を始めた。1986年にボリックの市議会議員に初当選。1990年の市長選挙では敗北したが、1992年に同市の市長に32歳で、 初当選した。1999年に父親が翌年の選挙に出馬しないことを表明、リンカーン・アルモンド州知事から連邦上院議員候補に押され、2000年の選挙で民主党のロバート・ウェイガンドを破り当選した。ロックフェラー・リパブリカンの中では保守的な議員と見られた。ブッシュ政権の減税に反対したり、連邦所得税率の増税に賛成した。 北極野生生物国家保護区での石油掘作に反対した。またイラク戦争に反対した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領ではなく、父親のジョージ・ H ・ W ・ブッシュの名前を書いて投票した。2006年の中間選挙では、大統領夫人のローラ・ブッシュの指示も受けて、クランストン市長のスティーブ・ラフィーとの 共和党候補としての指名争いに勝ったが、全米の反共和党ムードの中で州の司法長官を務めていた民主党のシェルダン・ホワイトハウスに敗れ、2007年1月に連邦上院議員を退いた。同年6月に共和党を離党して無所属となった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマを支援した。 2010年の中間選挙で独立系候補として、ロードアイランド州知事選挙に出馬して、民主、共和両党の候補などを破って当選し、不死二代でのロードアイランド州知事となった。無所属のロードアイランド州知事が誕生したのは1790年のジョン・コリンズ以来であった。2013年5月に民主党への入党を宣言し、同年9月に、 州知事の再選を目指さないことを発表した。2015年6月3日に2016年アメリカ合衆国大統領選挙の民主党候補者として名乗りを上げたが10月23日に撤退を表明した。ありがとうございます。